よし、ああ、なんか新しいアスタリスク。アスタリスク？これアスタリスク。うん。あ、ほん言うてたけど。クラクラさんのレスキューコールが入ると自動的にマップに、んのマークがつくわ。どっち行く？左、近い方。またここ、また。また違うみたいやで。あ、そう。うん。行け！バヨーン！あ、すごい。ちょうだい。今な、壊れると思ったよな。うん、壊せると思った。うん。一番最初に来たね。ああ、いじりぶつかっちゃった。はあ。違う。一番最初は2回目や。いや、一番最初だよ、ここ。よいしょ。覚えてないの？ヒコヒコヒコリー！お、平然と。普通の人がいる。珍しいね。元気な人やね、この人は。うん。ほな、行こうか。どうしたんですか？こんにちは。話す。はいはい。テンバ、キンバ。お、ちょうどいいところに二人組が来てくれたな。はい。今日は作業員の二人が休みで困ってんだ。あんたら手伝ってくれねえか。全然仕事ちゃうやん。関係ないね。そこの二人用のコギリでオレンジのリボンがついた木を切り倒してくれ。オッケー。了解。切ったらそこの看板まで運ぶんだぞ。看板、あ、これか。その左のとこやろ。うん。どうだ、やってくれるか。任せろリ。いややけどな、普通に。じゃあこれ持っとか。これどうやって持つんだっけ。で、A で持って、あ、まずチュートリアルね。うん。大丈夫？こうやろ。こうやろ。あ、もうやらんでいいか。じゃあまずここ切るんかなと。切るでしょこれ。明らかにほら。で、こっちは、お皿。何お皿？え、ノコギリの使い方知ってる？え、だから押して。こうとこうや。え、だからそうしてんのに松がさ。じゃあ同時に、うん、次はあやそうや。で、こうや。で、こうや。で、こうや。何もしなくていいってこと逆に。いや、した方が早く済むと思うけど、切れてるか分からへん、これ。いや、いや、切れてる、切れてる。はい、なんか、あやがするとさ、回っ、なんか、分かる、動いちゃうじゃん、あやもすると。いや、別に同じ方向に入力してたら、いいんちゃう、もうええわ。多分切れへんわ。あ、そう、うん、これやな。これ切ろうか。うん。ここから、こっちから。切れそうや、どっからでも。お、なるほど。切れてる、切れてる。いいやん。一回全部切っちゃおうか。うん。踏んでから運ぶか。OK。運べるんかな。運ぶのは引っ張っていけるんかな。せやな。次どこ行く？下の方行くか。松の方。うん。あと何本何本とか言われてんけど。いやもうそれはもう外や。なんかこの木ね。なんか動きが。で右上にもあるね。うん。まあやの方に押すわ。あ、そういうこと？うん、はい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 。はい、はい、いやー、はい、切れました、はい、OK、言うぞ。右上ね、3本かな、この感じだとぽいね、うん、あともう1本くらいあってもおかしくなさそうやけど気が合わへんねー、ちょうど気が合わへん。逆に気が合ってる、それは。何をバトルしてんね、何をバトルしてんねやめて。じゃあ松の方に引いて、もうこうなってる。はい、押します。はい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 、ちょうどな、はい、互いに押し合って引き合う、はい、うん、まあ、もう気が合いますわ、仲良しですわ。うん、気が合ってん、やめて、仲良しみたいに言うの。ハーキ割る。ハーキ割る。一人で運べる？一人で運べるんやったらもう。いや、重い重い。非常に重い。動きが、動きが2倍になってるんやったらな。2倍以上の可能性あるけどな。分かる。速度的には。でもさすがに2倍になってるな。協力プレイみたいな。少なくとも2倍やけど。うん、持てば早い。全然2倍になってる気し。はい、終了。全然関係ないビッシュやった。青いアスタリスクはあれですか。あ、これ飛べるようになったよ。まあ、せ、なんか意味あんのって感じ。まあ話すか。あ、おかげ助かったよ。俺は肉体労働が嫌いなんだ。なんやなんで、すごい。飛ばすぞ。俺にこの設計図をやるよ。なんや。なんか作れるんか。街でこの看板を見つけたら自分でジャンプ台を作れるぞ。いらな。なるほど。いらないわ。ショートカットルートが増やせると。せやな、うん。ジャンプ台設計図ゲッチュですと。青のはなんか青いアスタリスクは関係ない。レスキューとは関係ないものなのかもしれんな。なるほどね。じゃあ次のとこ行くか。うん。こんなピンク。これも青やけど。うん。まあ、まあ、でもな、これしかないから。まあ確かに。うん。はい、ゴール！まだまだ。まだまだ。気合い入れてゴールしてもうた。すごい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 。ロケットリーグみたいになってる。はい、ゴール！寄り道ミッション。あ、寄り道ミッションって書いてあるわ。確かに青いもんな。さっきも前まで赤かったもんな。もう爆発し持てるやん。頭がな、うん、確かにな。愛が話しかける、愛が話しかける。話します。おい、花火してたら上から岩が落ちてきよってな。この先の道が下がってしまったんじゃ。いや、悪気はなかったんやで。意味わからへん。意味わからへんね。なんで関西弁なんやろうな。もうわからへん。この小屋に花火の箱が入ってんねん。それで岩ごとぶっ放してくれへん？ちゃんと岩の近くに置いてくるんやで。なるほどね。ぶっ放す。まあ、ぶっ放したくはないけど、普通に。
すごいデンジャーやん。さやね。まあ爆弾運ぶだけってことでしょ。爆弾がここに入ってると。あーなるほどね。これはコミュニケーション大事よ。25秒。何し早くして、あなた。あなた。おい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 。そうや。OK 。あなたいらないな、正直。あ、そう。うん。あと15秒。待つ前で。OK、OK、OK。この間、間。右。早く。急げ。おい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 。これは終わった。あやが変だわ。いや、あと4秒あるから、いける。もうあと道なりやから、あと道なり。おい、終わった。はい、死亡。はい、死にましたー。はい、死亡。松は生きてまーす。元気。最低やな。元気。掴むなよ。間違っても掴むなよ。これ、ここにいたら掴めへんから。これ、出しとかなんかも、あらかじめ。はい。止まります。それ、掴めへんやろ。掴みにくいやろ、ゲイ。いいよ。はい、下になるよ。いくよ、ついてきな。左。お前、どこ行ってんの？松はあやが移動してから確実に移動してる。それだけ楽勝やん。松がもたもたせんかったら楽勝やったやん。離れろ。ここに松はこれを縦にはい爆発。死んだけど松松死んだ。救助必要やわ。今救助者になった、うん、すごい。みんなまだ花火してるくない？大丈夫？すごいよ。チープな花火やな。チープか。すんげえでけんやけど。あんな大きさなの花火、違くない？え、なんでお前花火あげたん？え、うちら花火あげた？そういうことになるね。ああ、やっぱり海軍の匂いはええな。ほんならこれから街中に花火仕込みに行こうか。あんたら見つけたら自由に使っていいよ。いよいよ。ああ、そういうまたあれね。うん。設計図がもらえるみたい。花火の極意。これ、なんか壊すように使うってことなんかよくわからんけど。うん、わからんね。ちなみに日本みたいな花火大会っていうのは海外ではないらしいよ。そうなん？なんで急にそんな豆知識教えてくれた？なんかホームラン競争の時に、お疲れ、バーン、うん、みたいな。ホームラン競争、野球のホームラン競争とかサッカー優勝おめでとうバーンみたいな感じばっからしいわ、ね、オペレーターが喋ってきてるわ、うん、ま、駅の様子が変よ。電車が止まったわし、駅員ペインさんの姿は見えないわ。じゃあそこ行きますか。うん、じゃあな。お、増えたね。じゃあ、駅員ペインはこれではない。どれでもないな。どれでもないな。これに、あ、ほんまや、どれでもない。とりあえず近いところ行こうか。じゃあ、まあ、ここ行くか。うん、勝手に勝って。お、すごい。進め。ちゃんとニュートラルに入ってたね、今。そうか、うん、キキー。いやいや、効率悪ー、うん、悪ー、うん、赤がもう終わり。踏み台があったら行きたいから。うん、ダメ、おろか。わかる？踏み台は何のために使うのか、あなたは考えたことはありますか？いや、踏み台があったら行きたい。レスキューミッション、勝手に勝って。勝手に勝って、うん。狩るんやな、多分、この感じだと。ああ、そうやね。うん。あれば、ずいぶん荒れ放題ね。この雑草を狩るっていうことやな、ね、やっぱり。のび太さんのせいで、クラクラさんに近づけないかもしれないわ。レスキューやで、レスキュー。レスキューやったわ、うん、意外と。赤色はレスキューやから。そういえばそうやった、ね。見たわかる、そんなもん。これ入れる？入れへん。入れへん。ほんなら、ここをとりあえず開けるか。そうやな。オープンザドア。で、これを二人で。うん。あ、これが芝刈り機なんだ。あ、なるほどね。左から。左って言ってるやん、虫。待つ、あ、そう、後ろから引くタイプ。あれ、スズメには。すごい、そうやって持つもんな。いいから、そう。こうよな。これが正しいよ。気づいた。よし、松はバックをして。気づいたよ。こうして、すごいことに。こうして、こうや。すごいことになってたね、うちら。右に行こうと思ったら左に行かなあかんね。わかるか？後ろ！いや、松、早く。あ、ごめん。右に行こうとしたら左に行かなあかんね。わかるか？はい。ほら。もう一人で持てばいいんじゃないの？ストレッチャーズ！何や！あれを見て。なんで切れた？ああ。ペニーさん、横のとこにいたんだよ。これが駅員さん。ああ、これが、なるほどね。なるほどね。すぐ見つかったわ。まあ。じゃあ右やろ。でもここ進まなカレンから。で、あと6人やろ。もう全部勝ったらいいんちゃう？ある程度。まあね。で、曲がる。あやの方行こう。なんで？効率悪っ。またここかなあかんから。で、ここ右よ。もう一筆書きしたいやん、一筆書きをさ。進んで。あが、もうぐだぐだなってる。どこに行きたい、あやは。あなたが右言うたんや。右進んでますやん。もうここは絡んで、右に行こうと思ったら左に行かなあかんねんで、あれ。いやいや、さっきから動いて、松が逆方向に行くんや。ああ。ああ、気悪い。ここはもう大丈夫。ここはもう引いて。あ、いいね。あ、いい。で、松がほんまもう言うこと聞かへんからさ。もう人引いたろか、思って。もう呪い。ここやらんでよかったな。
でも行くか。ここでもやらなかも。はあ、もうあかんわ。もう一回行かれへん。もう行かれへん。おい、離れー！もう行かれへん。もうこうやって走ることしかできん。ランニングマン。で、ここ、こうよ。でもこれでええか。もうええ。はい。わかったわかった。はよ、あ、はよ、おいおい、お前が出すんだ。はよ、背中出して、ボンケ。はいはい、もう、はしてよ。ボンケ、バカたれ。はい、入ってもろって。これまずしゃがんで。何やった？しとんねん、ボケ。で、はい、しゃがんで。しゃがんでるよ。B で、ほら、しゃがんでんや。びっくり。押してんのにしゃがまへんなんてことある？これは？なんか背中かんのかな。パンチ。あ、これ引っこ抜かなあかんわ。あ、なるほどね。オッケー。いい、持て、もういい、それじゃ持たんねえ、それじゃ持たんねえ。はい、もうランニングマンしてるやん。乗せられへんから、そんな風には。これもう乗ってるやろ、でも。うえぇ、はい、こっち側から行こう。あや、先行って。あ、ここの中にもいるんか。これ当たったらあかんよ。これ当たったらあかんよ。くるくるくるりん始まってるよ。行くぞ、これで、ま、待つのか。いや、一回置いた方がいい、これは。これ置いた方がいいって。あ、そう。うん。はい。で、行け。お前行け。はい、開けろ。あそこにもいるの人。ここや、うん、ここにいるっていう話をしてるんや。あ、そうな、ここの中やと思ったわ。何し、ほら、はぁ、あ、食らってら。食らったわ、私、当たってないよ。ほんまに。うん、ほんま。これ一回待つわ。うん、ええよ、私運んどくわ。またしまーつーわ、いつまでもまーつーわ。やっぱ誰か持ってへんとダメなんやな。はい、持って。これまた引っ張ってあれしてなあかんから。あー、そういうこと？オッケー。あ、これあやちゃんもいるわ。あー、そうやね。はい。はい、落として。はい。はい。で、はい。で、しゃがむ。はい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 、はい、はい、はい、吸い込まれていく。あかんな、これも。この人。あー、いけそうやん。一回。ゴリ押す？うん。あ、いいやん。はい。あ、話しもた。何やっとんねん。あやちゃんも何やってんねん状態よ。はい。はい、はい、はい、はい。で、この階段登るか。オッケー。うん、この階段上やったっけ？で、これで？あかん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 。あかん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 。あかんかん、すぐことなってもうた。あかんかんかん。みんな死んだわ。声待ってます。つかみやすいようにちょっと距離置いておきます。はい。しゃがみます。よいしょ。みんな乗り放題よ。乗り放題。乗ってもろっていいよ。いくぞ。あやちゃんの方から。うん。はい。で、しゃがむ。オッケー。ノーオーケー。ノーオーケー。オッケー。オッケー。まあ、とな、あ、ここ。ここさ、だからガクとけばあったらマツがやらんかったから。はぁ、あ、はぁ、あ、ほんまマツアホンだらよ。もう一回くるくるくるりにせなあかんや。ほならさ、ストップゴーゴー。おい、危ない。もっと遠回りするよ、遠回りするよ。いいいいいい、こっちからよ。あやにはあやに任せて。いいよ、ナイス。せやろ、全部あやに任せとけばええねん。全然関係なかった、別にあやいらんかった。今のこれお宝ちゃう？あ、ちゃうか、タラの花か。これ左側に滑り台あるから。知ってるよ。そっから吸うよ。お、一回手が入って、全員吸い込まれてくる。で、ちょうどよく、ここにボン。もうここに入るんか、ナイス。素晴らしい。じゃあ、好き。帰るまでが遠足よ。こんなん今回あれやね、落ちたらええよって。もう落ちれるんかい。育ちの悪さが出てるー。そっち待つの席やから、どいて。あ、待って。行くよ、早く乗って。長々乗らへんねん、こいつ。おい。あーっと、ゴール。タイヤの跡は、つけていきますよと。で、いつものね。いや、なかなか手応えのあるミッションだね。これなんか回復したらなんかモーションが起きるってこと？そうなんだ。なんか、駅が使えるようになりました、みたいな。ああ、隣の島に行けるようになったってことね。うん、ペニーさんが元気になったから電車も動き出すはずよ。電車が動き出したらさ、うん、あの線路とか通れへんのちゃう？ああ、ほんまやね。よく考えたら電車の線路あったな。うん、路面電車ね。はい。はい、勝手に買って。全部ですごい低い、18,560 ポイント。人が少なかったもんね。今回お宝もさ、実はさ、あったんじゃないの？いや、あったと思うで。うん。全部買ってたらあったんやろな、という感じはするけど。無念やな。うん。芝刈り隊長。ボーナスタイムにミッションを、あー、なんか、やり込みをしたね。めちゃめちゃ JR。え、全然 JR。昔の JR ちゃう、これ。全然 JR ちゃう。駅員さんが見つかって電車が動き出したわ。やっぱり電車乗っとっていいわね。JR に限らず、電車大体みんなこうや。こんな色やったって、JR の各駅停車。JR に限らずみんなこんな色やった。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。お、レスキュー隊になってパパを見返そうと思ったのに、何首にしちゃってんのよ、バカ。逆ギレや。私に勝ち目はないわよ。私ブレインって名乗っちゃうほど頭いいんだから。頭悪そう。頭悪そうやね。